のラジオやらせろ。どうもサンドウィッチマン伊達です。富澤です。始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろです。始まった。この番組はですね FM 泉をキー局に東北のコミュニティ FM を中心に30局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。各局の放送時間やパソコンやスマホでの放送の聞き方は FM 泉のホームページやお聞きの放送局にお問い合わせください。なお番組へのメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までください。797は数字です。よろしくお願いします。いや、目悪くなってきてるわ。どうした？本当にもう。目が悪いですよ。メガネ変えましたよね。メガネね、ちょっと色を深く、深く入れてここはね、グラデーションをかけてみましたけど。何？下に行くにつれて、こう、透明になって。まあ、そうやってね、今、その色を見せたいと思って、レンズを下にしておいたんでしょうけど。はい、あ、こいつレンズこうやって置くんだって。いや、俺今見せようと見せようと思っただけ。メガネかけない人はそうやって置いたりするじゃん。そうそうそう、ダメね、うん、傷つきますから、ね、だから俺が普段かけてるやつがこのね、ちょっと5つ目のフレームのやつ、うん、これがもうないのよ、この世の中に。これしか同じやつが、うん、うん、で俺このフレーム3つ目なの。同じの同じの、うん、フレームだけ交換してもらって、うん、そしたらもうこれが最後だと、もうどこにもありませんと、うん、だからなるべく仕事ではこれ使うけど、うん、プライベートでは違うのつけようと思って、なんか傷ついたりするから、うん、それで買った。それはどうは違うの？これ同じ、全くで、それで合ってないってこと？ちょっと色をこっちは深くしたわけ、あのプライベートだから見えづらくなったんじゃないですか。これぐらい違う、これぐらい、これ、ね、あ、結構濃いね。うん、こうね、うん、そうそうそう、もう本当はもっと濃くしたかったんだけど、うん、車運転できませんよって言われて夜ね、それ以上言っちゃうとちょっと若干サングラスっぽくなります。そう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 、うん、でもなんかこの眼鏡だとねそんなに気づかれないっていうか、うん、いいですよ、うん、やっぱりなんですか、目が悪くなってるっていうか、やっぱ老眼がね進行して異常に、うん、あ、本当にやばいね。そうなった時には老眼鏡にはならない？老眼鏡でも、あ、そうなるともう一個持たなくちゃいけないからね、メガネ。なんかあるじゃん、ほらメガネの上にかけられるメガネみたいな。やだよ。花粉症みたいな。花粉症なんだけど。もうでもそうなんないとさ。いや、やばいよ。だってご飯もメガネ取らないとご飯食えないからね。何？それどういうことですか？なんかもうぼやけてきてご飯が。ご飯が。うん、食事がメガネかけっぱなしだとね、ご飯がぼやけてる、うん、だから要するに老眼だったり近視が強くなってるのか。じゃあもうここにあるおかずが何かよくわからない。メガネかけっぱなしだとね、だからご飯食べるときはもうメガネ外して、メガネ外すとすごい綺麗に見える、逆に裸眼で。うーん、いや、やばいよ目。やばいよね。だからこれはもう年齢ですから、たまにね番組なんかでもカンペが遠かったりするともう見えないとき、ね、見えない、見えない、うん、だってあのイチローでさえ目でしょ、うん、まあ目でしょうね。もう大体アスリートは目だもんね、うん、あ、もう見えないですよ、我々アスリートも。アスリートではないんですけどね、うん、もうこう年との戦いっていうのがね一個入ってきますから、うん、やばいですよ。やばいですね。まあでもね、プロ野球の開幕も19日にとりあえず決まってね、うん、今練習試合やってるじゃん、うん、楽天イーグルスも、うん、でずっと見てるんです練習、うん、練習試合もずっと帰ってから1回の表から、うん、で面白いのな、この間三馬投手が、うん、イーグルスからロッテに移籍しましたけど、三馬投手がさ楽天打線にこう投げるわけですよ、うん、先発 で、うん、でその後出てくるのはハーマンとかロッテのねハーマンも元々楽天にいた選手がね、そうで小野文哉投手とかも出てくるわけですよ、うん、そうするともう本当紅白戦やってるようなね、うん、感じなわけですよ、うん、変な感じです、ね、逆に言うと鈴木大地選手がイーグルスにいたりとか、まあね、うん、ほんでまあ三馬投手開幕投手に選ばれるみたいなことになったんだけど、まあちょっと脇腹を痛めたみたいで、うん、
開幕投手にはならないらしいんだけど、うん、でもうフル回転ですよね、先発として安定感あるから。まあそうですね、ただもう結構打たれてて、うん、楽天打線に、ブラッシュにね、とんでもない特大ホームラン打たれてて、初回に、まあ、ロメロでも打たれてるんですよね。ロメロで俺美馬投手にちょっとメールして、うん、今からちょっと見るんだよっつって、うん、すごいね、紅白戦みたいだねみたいな、いや本当ですよねつって、でどんどん見てるうちに、うん、見ながら俺は、うん、録画をね、うん、バンバン打たれるわけですわあ、ああブラッシュにとか言って、うん、したら三馬投手からその後ボロボロに行かれるして楽天打線ってどうなのつって、ロッテとして見ればって、いや強力でやばいですと、もうロッカーではもうその話みんなしてますつって、やばいね、うん、楽天打線やばいね。いやだから割とね、ほら西巻選手も、うん、そう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 、打っていってホームラン打ったりね、自分で活躍しててよかったなと思いますけど、うん、強いよね楽天ね。いや強いと思うよ、ちょっとほら機動力、はいはいはい、をだいぶ使ってくる感じもするし、うん、そうそうそう、ホームランも出るし、うん、もう早く始まってくんないかなっていうね、非常にね調子いいし、あの内田選手、うん、内田選手もバンバンホームラン打ってるしね、うん、浅村キャンプ、うん、自主トレ一緒に浅村選手と一緒にやって、うん、それなんかねコツつかんだみたい で、 そうそう、で今ちょっとひげ蓄えてね、ごついよ、あるあのいつも以上に。いいですね。だからまあまあ新しい選手も入ってきて、だいぶみんな競争心もね、うん、そうそうそう、生まれてるんだと思います。うん、で松井投手も先発でこの間投げて3回無失点かな、うん、あ1本ホームラン打たれたかな、うん、すごいいいですよ、うん、本当にまっちゃんもね、たあの順調な仕上がりで子供も生まれてね、うんうん、でもそのなんだろうね、メールしながら見るってなかなか酷なことやってましたね。いや俺あそこまで打たれてると思わなかった。このあとボロボロになりますんでって、そうなの。いやでも楽天打線いいよと、うん、いや怖いわそれ、あの2番最強説みたいあったじゃん、でペゲーロがずっとイーグルスで2番やってて、うん、でもうすげえ打たれると、うん、今2番ブラッシュなんだよね。この間ロメロ入ってたけどね、うん、外国人置くんですかね、僕みたいな話聞いて、うん、だから心配なのちょっと模擬英語郎ですね。まあでもホームランも打ってましたし、うん、大丈夫かなとは思うんですよね。でもそんなね、昔のちょっと前の模擬選手みたいな、うん、切り込み隊長みたいなね、うんうん、まだどっかあれなのかな、取り戻してないのかもしれないね、うん、ちょっと怪我があったりね、うん、してたんでね。まあでも見てて楽しいです。俺模擬ね見ててね、いつもね、サード側のフライがファールが多いんですよ、打席で、うんうん、左打者でしょ、うん、だから振り遅れてんのかなあれな。でもこう流し打ちがすごくうまいバッターなんだけど、すごいそのファール、左にファール打つのがものすごい多いな。流してるからじゃないですか。流してるだけど結局それで2ストライクまで持っていかれちゃうから、だもしかしたら下手なのかもしれない。下手じゃない、下手なわけない下手なわけない。で楽しみなところですけどね。そうですね、ちょっとね、うん、注目してみてもらいたい。小深田もいいし黒川もいいしね、なんかね、いや楽しみですね。面白いよ、もう早く始まってほしいね、うん、本当にお声がね大丈夫かなって思います。お声全然出てこないじゃん、うん、なんだろう、練習試合でもまだ見てないな。見てないよね、うん、だから一時ほらホームランバッターになろうとしてたじゃん。ペゲーロになろうとしてたからね雰囲気はもうすごかったけどね、うん、で安楽もこれ昨日投げてたけどすごい良かったな。あそう、うん、すごく良かったですよ。球も走ってたしね、150キロ近く投げてたし、うん、いや、まあ、ちょっとね怪我人が出ても層が厚いので、うん、大丈夫そうだなっていう。あと吉成も見てないな。見てないね、うん、まあ出てくるんだろうけども、うん、ちょっとその辺も楽しみですね、うん、うん、はい、誰もレギュラーが確約されないようなね、そういうことですね、状態です。いや今面白いですよ、ね、うん、さあお便りがいっぱい来るようになりました、ね、はい、はいはい、読んでいきたいと思います、
この人は名前言っていいのかな、大貞さんですかね。ありがとうございます。ファックスでこの方最近いただくんですけど、うん、サンドウィッチマンのラジオやらせる方になってる、あ、はいはい、ウィッチマンなんで、ね、うんうん、そこだけまた直していただけたらいいですよ。どうですか、元気でしょうか。はい、晴れ晴れが遠い時期ですので、うん、さらに気をつけなきゃいけないことばかり、うん、そんな時ラジオですよね。ちょっと待って、おじいちゃんだな、それは。で、わかんないですけど、読み方がおじいちゃんですけど、多分ファックスで年配の方なんじゃないかなって、うん、はあはあ、ちょっと男性か女性かもちょっとわからないんですけど、なるほど、ね、はい、テレビよりハート和みますし、うん、情報を耳に入れる、うん、それより想像、世界中の人たちが、地球上の人類がマイナスをタフネスで乗り越えています。大丈夫この星には力がある。そんなおじいちゃんなの。大丈夫、その若しとは力の表れと。 PS、 何なんだよ、なんだかさっぱりですが、なんでかさっぱりしていますっていうファックスをありがとうございます。毎回いただきたいですね。嬉しいです。なんだかさっぱりですが、さっぱりです。こ、はい、れでほら、前に金魚の話したじゃないですか。したよ。でメールくださいって言ったら、結構金魚情報を。金魚情報。はい。はい、何でしょう。一有さん。ありがとうございます。大地さん、富澤さん、こんばんは。こんばんは。この間ラジオで私が大好きな富澤様が、うん、金魚について何か送ってくれると嬉しいと言っていたので書きます。はい。私も小3くらいの頃に金魚すくいで金魚2匹を釣ったので、うん、家で育ててたんですが。はい。育ててるうちに餌をあげるのがめんどくさくなって、 あまりきちんと育てなくなったら一匹死んでしまいました。もう一匹はもう大きくなっていて、うん、水槽の中では飼えないほどだったので、うん、金魚を友達の家に譲り渡しました。うん、こういうのってやっていくにつれてやらなくなっていくことよくありますよね。うん、以上です。長文失礼しました。そういう情報いらないですよ。最後に言わせてください。はい、富澤様、大大大好きです。これからもお仕事頑張ってください。テレビの向こう側から応援して。何なんだよ。大した情報じゃないじゃない、君の。餌やらなくなって一匹死んで、死んだっていう。一匹あげたっていう情報、ね。秘宝ですね。秘宝。トゥデイさん。はい、どうも。大地さん、昔金魚飼ってました。めちゃくちゃでかくなって家では飼えないくらいになりそうだったので、うん、近所の池に放流しましたよ。最低だな本当に。あ、でも伊達ちゃんが池に金魚を放流してるの誰かに見られたらまずいかもしれませんね。うん、代わりに金魚を飼ってくれる店みたいなのに持って行って引き取ってもらったこともあります。へえ。こっちの方はどうでしょうか。参考になるといいです。それでは。いや、なんかね、引き取ってくれとかあんの。ちょっとでも愛着あんだよね。うん、うん、俺が帰ってくると大騒ぎするしさ、うん、餌くれる人来たっつって。まあまあ無理にね、うん、別に誰かにあげるっていう状態でも今はないわ。まあね、うん、今日もだから帰ったら金魚の水交換しなくちゃいけないですよ。1時間半かかりますからね。本当にやっぱでかくなって池に放流しちゃう人とかいるんですよ。いるじゃん、ほら、うん、あの多摩川でもあったじゃん、うん、ね、ね、飼えなくなった魚。そう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 、あれ本当やめた方がいいと思うわ。ただな、どうしたらいいか分かんないよね。そうね。PJ さんですかね。はい、どうも。中川家さんの火曜デイズにメールを送るのは初めてです。違います。すみません、間違えました、うん。サンドさんのラジオにメールを送るのは初めて。何言ってんの。公式チャンネルでラジオを投稿されていたので大阪から聞いてます。中川家さん、うん、いえ、サンドさんが大好きです。どっちなんで。この前伊達さんが犬を飼おうか迷っていましたが、はい、犬は散歩があるので運動になるかもしれませんね、うん、実はダイエットを意識された発言だったのでしょうか。個人的に今のわがままボディは魅力的なんですが、成長した金魚ちゃんのお写真もいつかブログで見せてほしいです。花さん、土屋さん、いえ、伊達さんと水田さん、皆さん応援しています。間違ってんだよな、いろいろ。ちょっと混ざってる。漫才サミットに来たみたいな、なるほどね。写真ブログに上げてください。金魚の写真上げてどうすんだよ。カイザーさん。はい。ザンドのお二人、こんにちは。こんにちは。前に金魚の話題が出てましたが、うん、そこで昔の懐かしい記憶が蘇ったんですが、はい、自分が小学2年生の頃、毎週金曜日に1週間で起きた印象に残った出来事を紙1枚に書くというのが学校でありました。うん、そして来週の月曜日に、先生がクラスの作文を集めて読んだ中で、うん、一番良かった作品を選んで表彰して、どこが良かったかを先生が感想を言うというものなんですが、自分は一度だけ選ばれたことがあります、
自分もその頃に金魚を飼っていたんですが、うん、死んでしまって、そのことを作文に書いたら選ばれて、うん、選ばれた理由は僕の飼っていた金魚が一人死んでしまって悲しいです、うん、というところに先生は、うん、金魚が一匹死んだことを一匹ではなく一人と表現しているところに、カイザー君は金魚をペットとしてではなく家族の一員だと思っていたところに感動した的なことだったんですが、僕的にはこれはそういうことではなく単純に一匹を一人と間違えて書いてしまった、いわゆる誤字だったんです。先生の深読みで表彰された不思議な体験でした。なるほどね。あと伊達さんが金魚が大きくなりすぎだと言って出ますが、うん、これと同じ体験をしている方がネット記事になっていましたよ。ほう。イリノイ州シカゴ在住のアレクサンドリア・ミラーさんは金魚にジェラルドという名前をつけてるんですが、はい、そのジェラルドは2018年7月に開催されたカーニバルで手に入れたというジェラルドはもともと2センチだったんだ、うん、本当の大きさだったが約2年間の間に体長が約30センチでもなったそうです、うん、でっけえな。飼い主曰く、最初はプラスチックの袋に入れて持ち帰ることができたの、うん、小さな水槽に入れていたからもう成長しないだろうと思っていたけど、1ヶ月後には随分大きくなっていたわ、うん、その後もどんどん成長するジェラルドのために水槽を2度も買い替えた、うん、これまでの出費は約14万円かかったのとのこと、うん、他にも同じ水槽で金魚を飼っていたらしいんですが、うん、同じ水槽にいた小さな金魚はジェラルドがみんな食べてしまったらしく、そんなことが数回あったから他の金魚とは一緒にできないんです、うん、もう共食いするのか金魚すごいな。専門家は金魚が大きく育つためには大きな水槽で運動させ、うん、餌をたっぷり与えること、そして水をきれいに保つことが大切、うん、ただし水槽の大きさや餌の量を調整すれば金魚の成長をある程度はコントロールすることが可能であると述べています。あ、そうなの、うん、ちなみに2003年にギネス世界記録に認定されたオランダの金魚の体長は 47.7センチ。でけえな。お祭りで手に入れた金魚が約2年で巨大化、体長30センチにという記事に書いてあって、うん、その記事に飼い主とでかい金魚の写真がアップされているので、うん、気になったことを知っている。はあ、なるほどね。今だって俺の金魚どれぐらいあるかな、あのティッシュボックス、まあ、なにかな、ティッシュボックスのあのなんだろう8割ぐらいはありますよ。これ30センチもないですよね、うん、でも親指と中指こうパーにした時大きさがあります、ね、ぐらいはある、うん、でかいよ本当に2センチだったから最初。でもまあギネスでいうと約50センチぐらいまでになるっていうから逆にそっち目指すかっていうのはあれですね。いやダメなんだよ、だってあの水槽も大きくしないでって言われてるから、大きくなるからっていうあれじゃないですか。風呂で買えばいい、風呂で買うとか、うん、後輩の家で買うとかじゃないですか。なるほどね。後輩の家で買う、白木だな。そう考えると水槽を送りつけて白木に買ってもらおうかな。金魚弟子ですか、ね、うん、ちょっとお前金魚買えよ。あ、いいね。まあまあどうなんでしょうね、ちゃんと取り替えないとね、死んでしまいますから。そうそうそう、水とかね、うん、浩二さん、はい、サンドのお二人様こんばんは。こんばんは。先日のラジオやらせろにて伊達さんの死んでしまった金魚問題、興味深く聞いていて思い出したことがありました、うん、はい、私の岩手の実家が建て替える古い時代の頃、うん、よくネズミが出て粘着シートのホイホイに時々捕まっていたんですが、はいはい、そのネズミの処理に当時はまだ薪を焼いてお湯を沸かすタイプだったお風呂の釜を使って焼却していたのを思い出しました。燃やしてたんだ。母親は大のネズミ嫌いでしたし、父親は帰宅が遅いので、うん、私がよくやっていました、はい、釜で焼くように親から指示されたかは覚えてないんですが、うん、私はまだ小学生で興味本位で釜の蓋を開けてネズミが焼かれるのを見ていました。気持ちとしては家中の食べ物を食い散らかし汚し回った悪いやつめという感じが強かったです。はい、今だったら捕まったネズミは何重かにビニール袋に入れて可燃ゴミに捨てるかなと思います。ゴミでいいのかね。うん、そのお風呂の釜ではいろんなものを焼きました、はい、割り箸に鼻くそをつけて焼いてどんな匂いがするんだろうとか
悪い点を取った時のテストの用紙とか、うん、処理に困ったエッチな本とかです。懐かしいです。兄弟順番にお風呂を沸かしておばあちゃんからおだちんをもらったり、うん、今は亡き懐かしい思い出です。はあ、なるほどね。俺らの一緒に住んでた時のに出たネズミは、あのネズミ捕りのね、うん、ベタってくっつくやつに、うん、なんか横っ面がこう、うん、ベタってなっちゃってチューチュー泣いてて、結構でかいんだよね、うん、それをこう端っこをそーっと持ってビニールにぶち込んで公園に置いときましたけど、ね、どうしたらいいか分かんなかった。分かんないよね、生きてるし。なんかね、ゴミっていうのもゴミな、どうしたらいいんだろう。生物だからね。昔のそういうネズミ捕りみたいので、うん、網みたいなガシャンっていうので捕まえた人はよくなんか水の中入れて、うん、あ、殺して殺したりとか聞いたことあるけど、うん、まあ害虫って言ってもなんか憎たらしいんだけど、うん、顔見ると意外と可愛かったりしたんだよな。そうなんですよね、うん、ただ嫌だよ、あんなでっけえ動物家にいんの、うん、あの飼ってもいないやつが。初めて出た時びっくりしましたけどね。バイキン持ってるでしょ、うん、だ、なんかのタイミングで仙台帰ってて、うん、俺だけ先に帰って、あ、俺が仙台帰ってたらね。そう、うん、それで家ガチャって開けて入ったらガサガサッ、うんうん、でお前からメール来て何かいるって、なんだよ何かいるって、おっかねえな、家に何かいるっていうメールをしますすげえ怖かったけどね。いや、めちゃくちゃ怖かったよくでもそれで入ってくよな。俺だと入んないな、誰か呼ぶわ。ああ、でも入らざるを得ない。すごいよな、お前それで入ってくんだもんね。でもガサッ、俺猫かなと思ったの。うわ、もう一番嫌じゃんそんなの。だからほら野良猫がちょいちょいほら近所にいたね、真っ黒のね、うん、黒ね。あいつがなんか窓かなんか開いてて、うん、入ってきたのかなって一瞬思った。そうやったらまだ猫好きだから、まあ、猫だと別にあいいかなと思って、はいはい、んで、いや、しばらくしてなんか食われてたりするから、うん、石鹸かじられてたんで最初ね。そうそうそう、これネズミかなって、これなんだろうこの石鹸の歯型みたいなやつっつってな、最初お前がやってるのかと思ってあいつ風呂でこうやって石鹸かじられてお腹すきすぎて、お腹すきすぎて、それで家の中探しまったら玄関のところにちょっと穴が、そうそうそう、そう構造上、うん、穴が開いてて、うん、ここなら多分つって、そっからその壁の中とつながってたんだよね。そう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 、で壁をドーンと叩いたら中でカタカタカタ上に行ったりするいるわって。あれだからうちはまあ102でさ、うん、あの1階だったけど、うん、2階にも出てたんだろうねきっと。いや多分出てると思いますよ、同じ作りだったらね。そうだよね、穴があればさ。でネズミいますよね家にみたい なんか話したよな、あのアパートの人たちと。確かに、うん、隣の家は出てるみたいなこと言ってた、ね、ああ言ってたな、うん、全部つながってるからな。そうそう、でなかなか姿が見れないから、うん、夜にここだっていうところに向けてビデオカメラ仕掛けて、そっといたらこうひょこって出てくる、出てきたんで、こいつだっつって、いやー映ってるっつってな、うん、あれもまたちょっと可愛いんだよね、うん、なんか警戒しながら出てくるんだよネズミ。しばらくでも戦い続きます、ね、続いたな。だって袋のさラーメンとか全部食われてたからな、うん、お前のなんか T シャツ入れかなんかのボックスみたいなところが猫の犬、あの何で犬つってネズミの糞だらけなんですよね。そうだから帰れないように閉めたんですよ、うん、その穴を塞いだら、はいはい、どこに隠れてんだろう、家にいる状態で穴塞いじゃったんだよね。そうで、しばらくしてこう着替えようと思って T シャツ出そうとしてこうパッてやったら、うん、もうしょんべんとクソだらけ、うん、うわここにいたここで暮らしてた最悪だよ。でそのそれも着て着ねえ気に入ってたの捨ててよ。うわあれ嫌だったな。でもほらいつも覚えたいって半開きにしてたからね。そういっぱいだからちょっと空いてて、そこから侵入して、うわ嫌だ嫌だ、そこで暮らしてたんでしょう、ね、嫌だ。でお前の枕の上に
ね、ネズミの糞をあったりとか、ね、お前の枕の上だっつ布団で寝てるさっつって一回見つけて追いかけたんですけど、捕まえられなくてお前の方にね、そうそう俺のとこに立ち向かってかなかったあれすげえ怖かったまあまあでかいネズミあれ何年前なんだい、でも2007年か8年だよ、うん、だから M1 ちょうど時期またいだぐらいの時で、そうだ、だからそれで俺らがあんまり家に入れないから、うん、あいつら布団で寝始めた、そうそうそう、ディズニーランドになってたんだ、12年前かぐらいじゃないですかね、まだ12年前なんだあれな、そうですよ、はあ、12年前まだああいうとこ住んでたのかまだまだですすごいね、続いては仙台出身関東在住の中村さん、ね、はいどうも、先日はハリネズミのメールを読んでいただきありがとうございます、はい、まさか金魚の話に展開するとは想像しておりませんでした、さすがのトーク力に感服しましたさて我が家の金魚事情、はい、まだ仙台に住んでいた子供時代、金魚は生死に関わらず広瀬川に流していました死んでしまうと問答無用で、ひどいな、まだ生きていても飼い始めて2ヶ月くらい経つと母親にそろそろ自然に返してきなさいと言われて父親と車で広瀬川まで行って合流してし、いました、ああ約30年前のことですが、あいつらは今も広瀬川で元気に泳いでるんでしょうか、泳いでるか、ぜひぼんやりの TV で川の水全部抜くを企画して調べていただければと思います、無理だよ、雨が降ってんだから無理だよ、はあ、川の水全部飲むっていう企画が大丈夫誰がやるんだよ、まあ、いやー昔はねこんなんで流してる人も多いでしょうけど、ね、当たり前のように広瀬川か、淡水だから生きんのかな、どうなんだろうね、どうなんだろうな、難しいな、なんかね釣り堀とか行くとさ、たまに金魚釣りができるんだよ、あの本当に針に引っ掛けてでっかいやつ、うん、まあ、そういうところで需要があるのかもしれない、だけど金魚を釣るって何なの金魚は救ってくれよと思うけどねちょっと違いますけどねイメージがね、金魚の口にこうやって針ついてさ上がってくるんだよ、なんかかわいそうじゃんね、うーんちょっとかわいそうだな、まあなんかあれが金魚が黒かったら船に見えるから、船だったら別にそんなにかわいなんかかわいそうじゃないんだろう、そういう飼われるっていうイメージがあるからね、余計なんでしょうけど、俺だってもう今情入ってるからね金魚に、うん、長生きしろよって思うけど、うん、そんなに長生きすんなよって思うなんだろうなあれなんでしょうね、なんだろう、本当にでかくなってるからどんどん、でもの手放すってことは別に考えてないわけです、考えてないけど、そのお前からその後輩に育てらさせるっていうあれはもう結構心を揺らいでますけどね、金魚ブログもね、ってことはもう一回つけてあれですね、白木の家の合鍵を作んなきゃいけない、作んなくちゃいけないですね、ただ旦那いますからねすきれいにセッティングしておけばさ、うん、金魚の水槽もちょっともう一個大きめの買って、うん、石敷いてすっごい綺麗に置いとけば喜ぶんじゃない、うん、逆になんかちょっとのプレゼントですかこれみたいな、ああプレゼント、うん、プレゼントすればね、ね、そこまで やってれば、うん、そんなに嫌な気はしない、しないよね、うん、ちょっとそれ考えようかな、白木君ね、こんな感じですか、まあね、金魚のメールがまだ1通あるんでね、ちょっと前より読んどきますか、ちょっと読んどきますかね、はい、北海道札幌市ラジオネーム黄色いジュゴンさん、ありがとうございます、ずっとメールしたいと思いつつなかなか踏み出せずにいましたが、意を決してメールします、ありがとうございます、ありがとうございます、先日の放送で金魚のお話をされていましたね、うん、私の母方の祖父母の家でも以前金魚を飼っていたんですが、うん、その飼い方がかなり独特でした、うん、母から聞いた話によると昔祖父が庭に池があったらいいなと話していたところ、うん、その話を聞いた建築関係の仕事をしていた親戚が、うん、祖父母の留守中に勝手に庭に穴を掘り
いるんですね、これね、やっぱね。どっかの家で不要になったバスタブを埋め、うん、そこに水を張って金魚を放っていたそうです。私が小さい頃は祖父母の家へ遊びに行き、バスタブ池の金魚に餌をやるのが楽しみでした、うん、何せ埋め込まれたバスタブなので水を交換することができず、はあはあ、池の中は完全に緑色になっていました、うん、そのため金魚がどこにいるのかも何匹いるのかも分からず、かなりカオスな状態でした、うん、ちなみに冬はバスタブに板で蓋をして、うん、雪の下に放置していたようです。へえ。金魚が冬を越せるなんて驚きです、うん、そんなバスタブ池も祖父の高齢化で世話が大変になったのか、ある時埋められてしまいました。あら。その際残っていた金魚は救出されたんですが、うん、普通に水槽に入れて飼えばいいのに、うん、なぜか祖父はバケツに入れて玄関の土間に置いて飼っていました。そんなある日、私が祖父母の家に遊びに行ってる時、うん、祖父がどこかへ出かけていきました、うん、散歩にでも行ったのだろうと思っていたら、帰ってきた祖父から、うん、残っていた金魚を川に放してきた衝撃の一言が一度あぜました。母曰く祖父は昔から生き物を飼うセンスがなく、買ってきたばかりの熱帯魚を軽き抜きしてない水槽水道水の中に入れて全滅させたり、カメを冬眠させると言ってタンスに入れて一冬放置して干からびさせて殺したり、とにかくおかしなことばかりする人だったそうです。あ、面白い。多分あの金魚たちは自然界で生き延びることはできず、すぐに死んでしまったことでしょう。先日の放送で死んだ金魚はどうすればいいかというお話をされていましたが、うん、はい、埋める場所がなかったらうちの祖父のようにいっそ川に流してしまえばいいと思います。いやいやいや、なんか違うんだよな。自然に帰るという意味では土に埋めても川に流しても一緒だと思います。そうか、うん、ちなみに私は小学生の頃学校からザリガニをもらってきて飼っていました、うん、水替えが大変すぎて泣きながらやっていました、うん、なので伊達さんの水替えの苦労も分かるし、そうなんです、娘さんのやりたくない気持ちも分かります、うん、伊達家の金魚長生きするといいですね。長文失礼しました。またメールします。いやー面白いな。祖父、祖父すげえな。亀を冬眠させる。ひでえこと。いやー、すげえ考え方だね。川に流せばいいと思いますってどうなんだろう。川に流すのありなのかな。金魚だらけなんじゃないの、みんなそうやって。だから、まあ、どうなんだろう。まあ、例えば死んじゃったりしたら、また、うん、それを他の魚を食べてとか。ね、まあ、そうなのかな。どうなんだ、それいいのかな。あの、昔、学校のさ、うん、校門のところに、ひよこ売りとか来てたでしょ。なんかいたなぁ、ひよこ、うん、いや俺の学校よくいて、うん、で友達がもうめっちゃハマって、うん、どうしても買うんだと、うん、で一回家に帰ってお金持ってひよこを買ったんだよ、うん、2羽、うん、それかわいいかわいい、うん、なんか段ボールかなんかに入れて育てたんだけど、それがほんと鶏になったのよ、うん、めちゃくちゃでかい。なんであんな可愛いのあんなになるんだろう、ね、オスかなんか卵も産まないし、ただでっけえ鳥なんだよ、うん、でこんなになったのと思って、うん、何年後かして、うん、1年ぐらい経ったのかな、うん、いやそうなんだよって庭で放し飼いにしてんだけど、卵も産まなければただ餌食うでっかい鳥で飛ばねえじゃん別に。朝オスは鳴くのかな。それ泣くんだよ確か。で隣の家のやつだったんだけどすげえうるさくて、しばらく俺そのまま引っ越したけど、うん、まだ生きてんのかな。ニワトリの寿命も小学校の時だけど分かんないんですけどね、うん、ああいうだから商売に利用される金魚とか、うん、ひよこってかわいそうだなって今になるとね、なひよこ釣り思いますけど、なんかスプレーされてるやつとかいたじゃん。いたいたいた、色塗られて、うん、カラフルなひよこですっつって、うん、ただ単にスプレーで綺麗になってるだけだもんな、うん、今いないんだろうな。ちっちゃいのは可愛いんだけど、そのないのね、覚悟はないの、うん、だからあんないい例で言うとカメだよね。カメね、うん、ミシシッピーガメ。カメもでかくなるからな。カメすくいでな、うん、みんな、おー、蓋取れたって家に持って帰って、あれちゃんと育てると本当にめちゃくちゃでかくなって長生きするからね、うん、
だからそういうのがほら池の水全部抜くとそうああいうとこにいっぱい放されてね、えらいことになってるじゃんそうそう亀だらけああなっちゃうからなんかちゃんとしないといけないな、ね、だからカブトムシとか飼う時もあったじゃん子供の頃、うん、でもカブトムシってそんな長生きしないじゃんまあねでそれぐらいがいいのかなやっぱりみんなまあ命なのでね、うん、いいか悪いかっていうと分からないですけどなんだろうなずっと生きてるのもあれだよね多分大きさとかもあるんだと思うよ、うん、結局はそっか小さいままでいてくれたらあなるほどね別に苦じゃなかったりするけど、うん、っ思ってたのと違くなるじゃないですか違うのねもう魚だからね金魚もだ鶏もそうだけどビシャビシャ跳ねるしさもうあんま鶏飼いたいなってなんないじゃないですかひよこはまだ可愛いけどねいい一緒に寝ようとかさそう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 鶏だからな普通の何でっかいだからそういうのもねどうしたんだろうねみんなひよこ飼ってなねえだからそういうのもあって今いないのかなあ結構いたよひよこあの学校の前にひよこ売ってる業者なんかたまに見た気がするけど、ね、なんで可愛いんだよピョ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 一瞬なのあれすぐ鶏なんだからつってね羽もいで食うわけにいかないじゃんなんか愛情あるからうん鶏肉は普通に唐揚げとか出てきちゃ食うけどうん羽もいで食う食べるっていう結末はあんまり考えないよね家畜として飼うわけじゃないからねちょっとその辺もねあの鶏どうしてどうしたのかそうひよこすくいで、うん、ひよこ釣りかで捕まえたひよこどうなってるかとか、うん、お祭りとかでね、うん、ちょっと教えてくださいその辺も ね, ねはいということでございます、うんまたたくさんのメールお待ちしておりますサンドウィッチマンでしたさよならサンドウィッチマンのラジオやらせろ